これ何でしたっけ、ちょっと待ってね、近くに寄ってみます。あ、糸数味の墓だ。アジの墓でした、うん、明らかに何か石垣があった跡ですね。いっぱいある。畑があるんです。でもあそこもうどう見ても城壁。あ、あっちね。うん。あっちも。そう。で、あっちに回れるんですけど。ああ、わかりました。いや、見せる。こっちから行ける？見るところがいっぱいあるのよ。うん。あ、そこ気になるね。早速札が出てきました。ここ規模がでかい、かなり町長もお出迎え、うん、ここにちっちゃな、うん、なんとかグスクがあるんですけど、レイシーグスク、うん、少しだけ入ります。もうすでに片鱗が見え始めてます。こっちです。本番がこっちです。さあ、奇跡があなたの目の前に現れます。今まで見たことがないでしょう。沖縄県民でありながら見たことがないのはダメです。ほら。ここですね、伝説の糸数学校です。ほら、ご覧なさい、このあっちにもつながってるんですけどね、まあ、結構な広さがあるんですよ。ここに昔は門があったと。そして入っていきます。するとね、ご覧なさい、すごい。ここ地みたいなものなんですけど、まあ、すごい。もうすごすぎて何も言えなくてきついな。すごいね。こっちは回れるんですか？回れます。もうこれだけでご飯が何杯いけるか分かれない。すでに1分58秒。うん。そうですね。おそらくあれが。そこにもなんかグスクっぽいものがあるんです。あれ明らかになんかグスクっぽいんですけどね。そうですね、この